Are you ready? Here we go. Please open your textbook to page 18, 20 and 22. 今回の学習の目当ては、予定や計画、自分の気持ちや考え、未来のことを言えるようにしようです。Today's point、すでに決まっている予定や計画の表現です。これは B 動詞の am, are, is と going to を使います。to の後ろは動詞の原形です。では次に、私は明日夕食を作る予定ですを英語にしてみましょう。どうぞ。そうです。予定を言うときは I'm going to から始めたらいいですね。I'm going to cook dinner tomorrow となります。何々しようと思うと今この時点で決めたことの表現です。 will と動詞の原形を使います。 will はこれからしようかなと言いたいときに使います。この will を使うと主語が何であっても動詞は原形になります。例えば今ここでサッカーをしようかなと思って、ここでサッカーをしようと思いますと表現するとき、英語で言ってみましょう。どうぞ。はい、will を使ったらいいですね。ここでサッカーをしようと思います。We will play soccer here. We will play soccer here. となります。次に、何々でしょうと未来のことの表現です。これも will と動詞の原形を使います。天気予報で明日晴れるでしょうとか、これから忙しくなりそうだと推測するような時にも will を使います。明日は曇りでしょう。これを英語にしてみましょう。どうぞ。そうです。it を主語にして will を使います。明日は曇りでしょうは it will be cloudy tomorrow. it will be cloudy tomorrow となります。